2015年の J-POP サミットミュージックライブバイジャムプロジェクトアット J-POP サミット2015フェムアット早々ーブース J-POP サミット 2015J-POP サミットは2009年からアメリカ合衆国サンフランシスコで毎年夏に開かれている日本文化のお祭り NGO であるスパンフログプロジェクトが主催しており日本の最先端の J-POP カルチャーを ARTS イ,ーツイノベーションズの3つのカテゴリーに分け、音楽、ファッション、映画、アート、ゲーム、テクノロジー、アニメ、食など幅広いコンテンツをアメリカに広めている。来場者数は年々増加しており、2014年には12万人が開催地であるジャパンタウンに訪れ、許容人数を超えたことから、2015年には会場を屋内のフォートメイソンセンターに移している。 2017年の開催日は9月9日から10日である。J-POP サミットはアメリカ合衆国サンフランシスコのジャパンタウンに位置するニューピープルビルディングのオープニングセレモニーとして2009年に始まったイベントである。日本のポップカルチャーを世界に広めることを目的とし、日本のアニメ、漫画、ゲーム、ファッション、映画、音楽を中心に日本企業にとって アメリカ市場の架け橋となってきた。ポップイズアワートラディションをテーマとしており、幅広い分野で多面的な日本文化を紹介している。近年では、従来の6つのコンテンツに加え、新しくインタラクティブとトラベルの分野を設け、IT 系企業が盛んなシリコンバレーと日本の交流をさらに親密化するとともに、アメリカから日本へのインバウンドを活性化させている。 初回の2009年には女優の時は高子やファイナルファンタジーのキャラクターデザインを務めた芸術家の天野義宝らがライベー。毎年日本から女優、映画監督、デザイナー、声優、プログラマーなどあらゆる分野から著名人がゲストに招かれている。メインステージでの J-POP ライブではキャリーパミュパミュ、板野智美、メイエヌ。 ジャムプロジェクトなどをゲストに迎えた生ライブが人気を博している。2016年は LGBTQ フレンドリーなサンフランシスコの特色を生かして J ポップクイーンと題したドラッグクイーンのステージもはじめ新たな進化を遂げている。2014年まではユニオンスクエアおよびジャパンタウン全域を歩行者天国にし無料野外イベントとして運営されていたが 参加者が年々増加し続け、所要人数を超えてしまったことから、2015年からは場所を屋内のフォートメイソンセンターに移した。これとともに、有料イベントとして運営体制が改善され、屋内ステージによる本格的な音楽ライブも楽しめるようになっている。また、2015年に J-POP サミットフェスティバルから J-POP サミットへと改名している。 北カリフォルニア発の日本映画祭。最初は J-POP サミットのコンテンツの一つだった映画だったが、その人気から2013年から映画祭へと成長、独立した。毎年 J-POP サミットと同じ週からニューピープルチネまで2週間ほど開催される。2015年には歴史あるカストロシアターでオープニングセレモニーが開かれ、朝野忠信や森本浩二などの舞台挨拶や、 県医師の DJ パフォーマンスが披露された。初のサンフランシスコ日本映画祭名誉賞を浅野忠信が受賞した。2013年に J-POP サミット内のミニイベントとして発足した酒テイスティングイベント。日本酒の酒蔵、卸売業者、小売店等が集まり、それぞれの酒を提供する。テイスティング可能な酒の種類は年々増えており。 2015年には52本の名手が集まった。もともとは2014年にラーメンストリートとしてラーメン横丁アソシエーションの共産の元 J ポップサミット内のミニイベントとして発足。来場客が殺到し待ち時間が3から4時間になったり、ゴミ問題が出たりしたことからラーメンストリートは継続には至らなかった。しかし、 2016年に主催者であるスパーフログプロジェクトとサンフランシスコの人気ラーメン店の協力のもとオペレーションを大幅に改善しラーメンサミットとして生まれ変わり大成功を収めた2015年に発足したミニイベント IT 企業が集中しているシリコンバレーの特色を生かしてスタートアップから大企業による展示エリアインタラクティブショーケースと 来場者参加型のアイデアソンやピッチコンテスト、著名人によるパネルディスカッション等が行われるインタラクティブセッションズの2部に分かれている。2016年にはインタラクティブショーケースでヤマハのモッタバットがアメリカ初披露された。ありがとうございます。